県内の海に関するさまざまな情報をご紹介する海と日本プロジェクト in 大分県。今回ご紹介するのは大分の海の幸限定コラボメニュー、海鮮わんこ鍋。訪ねたのは杵築市。森江湾はカブトガニの生息地としても知られ、多くの生物が生息する豊かな海です。この海の近くに店を構えるのが海鮮亭ザコバ。新鮮な魚介を使った料理が地元でも評判のお店です。店の看板メニューがこちら、海鮮ザコバ丼。特製の桶からネタがはみ出るほどのこのボリューム、たまりませんね。朝毎日市場行きますので、新鮮なものを食べていただくということで、皆さんが喜ばれていると思います。さて、今回海と日本プロジェクト推進パートナーとして期間限定コラボメニューを開発していただきました。その名も海鮮わんこ鍋コースです。材料はその日に水揚げされたものなので毎日違うんです。タコとハモはしゃぶしゃぶでいただきます。いただきます。幸せ。ありがとうございます。美味しいですね。美味しいでしょ、これが日本の海の底力ですね。そしてもう一つの目玉がこちらの豪華なお造り。わんこですので、お造りに限りおかわりが自由になっています。お造りおかわり自由、お刺身はわんこシステムで、なんとおかわり自由、食べ放題なんです。海の幸を思いっきり楽しみたい方にぴったり、大満足間違いなしです。ぜひですね、リーズナブルな値段で提供してますので、皆さんに海のものを、食べていただきたいと思います。海鮮亭ザコバの海鮮わんこ鍋コースは11月1日から12月17日までの期間限定メニューです。前日までに2名以上での予約が必要ですよ。杵築の自然の恵みをどうぞ食べにいらしてください。よろしくお願いします。海と日本。